おはようございます皆さん。今ですね、西沢はロードスターに乗って早朝ですけど海に行こうと思ってます。でこういう時間っていうのをね、この車を買ったらね、ぜひとも過ごしてほしいんですよ。なぜかっていうと8月すごい忙しくてですね、で全然楽しくなかったんですね。その辺のところを何かこう一発で解消したいなと思って、ストレス解消の一つの形としてロードスターで海に行く、これをね今日やってるわけです。でわざわざ一人で海におっさんが行って何があるのか、これは何もないっす。でも行き帰りがすごく充実してるんですよ。なぜかというと自分と向き合う時間って普段なかなか取れないじゃないですか。それをねこのドライブでなんか思い出そうかなというふうに思ってるわけです。僕の場合はマニュアルでクラッチ3ペダルでハンドル右手左手にシフト、まあ簡単なルーティンワーク、これをねやりながら、あの時はこうだった、今後ああいう風にしたい、今までやってきたことって何だったんだ、それはどういう風に改善すれば今後もっと良くなるんだみたいな、ちょっと自分に対する、なんていうのかな、反省と、それからこれからの期待、お前はどこまで頑張れるんだっていう、まあ考え方一つですけど、車をわざわざ買ってそんなことに使うのかよって、それがロードスターはできるんですよ。一回やってみたらいいと思う。楽しいですよ。このね行き帰りの中にちょこっとねワインディング入れたりするのもね一つね大事なところで、こういう道、こういうところ来るとロードスターの一番いいとこ出ますね。当然ながらね、緑が目に優しいね。緑ですよ。東京じゃないもんな、あんまりこんなとこ。あー、オープンにして走ろうかな。オープンにして、オープンにするのはここのノッチこうやって、あと手で一発通せばいいで、あとは後ろに行ったらこうやって押すだけ。5秒ぐらいでできちゃうよね。そうしたらもうオープンワールドですよ。セミの声、空、緑、風、匂い、俺、地球、いくつ？もう五感どころじゃないです。いっぱいあります。そういったもののフィーリングが全部入ってくる。これいいですよ。あー気持ちいい、これ。日常から出した感じがしますね。お、海が見えてきたよ、ほら。海がね、グレーだ。今日はグレーだ。ヤシの木も寒そうだ。おっさんがね、一人で海に来るって言ったら、まあ華々しいビーチではなく、こういった漁村系ですよ。シラス丼食べたりとかね。猫がお通りになってますね。こういうとこどう？こういうとこ。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。じゃあロードスターと記念撮影でもするかな、その辺で。いやー水あんまりきれいじゃねえけど和むなー。